こんにちは。ですね、広島県の方からなんと船で、あ違うか、セーリングボートでね来られた永井さん、何日ぐらいかかって来られたんですか、永井さん。日本を出てカナダに着くまでが、カナダに着くまでが、はいはい、1ヶ月と2週間。1ヶ月と2週間、はい。あ、搬送の時間はね。はいはいはい、はい。だけど途中1週間、ウナラスカ、アリューシャン列島の、はい、ウナラスカいうところの、はい、ダッチハーバーに、ダッチハーバー。1週間。はいはい、1週間、はい、はいはい。だから、期間としては1ヶ月と3週間かな。なるほどですね。怖くなかったですか？怖いです。こうなんかこうそのきっかけみたいなのがあったら教えていただきたいんですけど。いやーねー、きっかけ、はい、きっかけ、ね、南太平洋に、はい、自分のヨットで行ってくる、はい、アイランドホッピングするいうのが僕の夢だった。ああ、じゃあもうドリームカムツルーとかっていうやつですね。夢の実現っていうやつで。いや、それがね、はい、小学校の頃に、はい、南太平洋の、はい、サンゴ礁の、海底なんか映してる記録映画を見たんかな。あ、それがねずっと頭に残ってて、はいはいはい、南の方へ行きたいいうのがもうこびりついてる。あ、なんでかわからない、なんでかわからないけどね。それでもう残り少なくなってるんで、はい、今もう遅い言われてるね。なんと皆さんおいくつになられると思いますかね。いや、日本に帰ったら80ですから。ああ、はい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 、もう想像してください。あと1年半ですね。1年半、あと1年半で80歳になられるということで。あ、違います、明後日僕の誕生日なんですよ。明後日が誕生日、素晴らしいですね。9歳だ。なるほど、明後日が79歳。うん。皆さんこの若さで79歳です。いや、超かっこいいですね。まあ後期高齢者もなんとかやれるんじゃないか。希望の光になりたいな、思って。ああ、希望の光、超素晴らしいですね。まあそんなわけです。そんなわけで、でも素晴らしいですね、こういうキャンピングカーで。もっと褒めてください。もっと褒めてください。羨ましい。ありがとう。安全だしね。はいはいはい、僕なんかね、いつもね、何かとぶつかって沈んでいくんじゃないか。そんなのがずっとある。なるほどですね。だから、こうやってね、ドーンとこう揺れないとこで、駐車場に止まって。はい、駐車場に止まってね。じゃあちょっと今のね、場所の雰囲気をちょっと。ここがね、サンディエゴの湾ですね。わわわわ、すいません、すいません。湾の方ですね、サンディエゴのね。こういうところに車を止めて。ねえ。どうやるんですか、そんなの。いや、初めてだな。ああ、そうなんですね。YouTube に出られるのは初めてだ。初めて。初登場。初登場。ええ。79歳、あさって。で、ね、一人でですよ、こう、ヨットに。30フィートでしたっけ？ 30。ああ。で、これから、ハワイに一応寄る予定とか。もう、メキシコから、はい、もう、アメリカ大陸から離れていって、はい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 。マーケサス諸島かな。マーケサス諸島、うん、はい、はい。あそこら辺から、こう、タヒチとか、はい、タヒチとか、はい。フィジーとか、はい。もうちょっと行ったらニュージーランド。ニュージーランド、はい、はい。で、ずっとインドネシア、フィリピン、はい、台湾、
はい、ジャパン。ああ、かっこいいですね。うまくいったらよ。うまくいったら。途中でここを。わからない。ねえ、まあ。素晴らしい。素晴らしいですね。ロマンですね、男の。なんか超かっこいいですわ。もう。ねえ。怖いですわ。怖い。まあね、今日お会いして、でこういう感じでね、あのお友達になることができました。もともとお職業とか聞いてもよろしいですか。ああ、医者をやってた。医者をね、お医者さんをやっておられて、広島県の尾道の、ね、尾道のからちょっと行ったところの島なんです。島の方、素晴らしいですね。もうね、魚が瀬戸内海というと魚がめっちゃ美味しいですもんね。まあそうですね。ぜひおいでください。本当ですか。これ何人ぐらいが 見とるんですか。あのね、今は見てるんじゃなくて、これレコーディングしてるんで。ああ、まあ、僕がね、あの有名じゃないんで、僕ほとんど編集しないんです。お、もうそのまま。はいはい。まあ、あの皆さんもね、あのこう、あの永井さんのようにね、あの夢をね実現する、年は関係ないですね、やっぱね。ねやっぱりだんだんね、はいはい、あの、怖くなってきますね。ああ、なるほど、ね。あと落ちたら、はいはい、どれぐらい泳いで生きていられるんかなとかね。なるほどですね。落ちるのが一番怖いです。落ちる。僕なんかいろんな試験に何回も落っこちてるんですけど、空からも落っこちてる。パラグライダー。モーターパラグライダーから落っこちてますしね。あの、電動一輪車からも何回も落っこちてますね。落っこちるの専門ですね。まあそんなところで、皆さんもね、あの、もう私もそうなんですけど、まあ、死ぬまでね、チャレンジをし続けていきたいなとかって思いますね。いや、今日は本当にどうもありがとうございました。ということで、広島県出身の永井さんでした。はい、ということで、はい、また野菜ピュ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 